わ、これすごい。マジ綺麗だね、このナメコ。綺麗。すごい。わー、すごい。これ綺麗。はい、皆さん、こんにちは。キノコマスターです。今日は、ちょっとね、ナメコが始まったかなーとも探しに来ました。もう、ほぼほぼ終わりに近い木になってきましたね、これも。見てください。幼菌が出てきましたね。ようやく。でもね、ここね、競争率激しいからね。来週多分食べれるぐらいいいのになると思うけど。いいやつできましたね。なんかね、イクラみたいやね。で、ここ下見てみてください。これ、チャナメツムタケですね。見てください。これ非常に美味しいキノコですよ。チャナメツムタケです。まあ、栗タケとよく似てますね。まあ、これに似たカキシメジがあるから気をつけてくださいね。まあ、特徴は、ここ、傘の縁の周りにこう白いのがあるでしょう。これね。あと、ささくれがあります、これ。わかりにくいかな。うわ、あったあった。チャナメツムタケめっちゃある。うわ。ここにある。うわ、全部ダメだ、これ。もったいね。もうダメだな、こりゃ。チャナメツムタケなのか、これ、栗タケなのか。わかんねえな、こいつ。取ってみよう。あ、これ栗タケ。栗タケ中が、このね、柄の中は空洞なんだよね、栗タケって。これも栗タケだな。似てるんだよね、チャナメと栗タケ。チャナメとね、栗タケよく似てるんだよ。これ栗タケね。で、こっちがチャナメツムタケね。なんて説明したらいいかな。見た目じゃあんまりよくわかんないでしょう。これ栗タケ。これチャナメツムタケね。両方とも非常に美味しいキノコです。持って帰りましょう。これ何これ、あ、腐ってやがる。あ、ナラタケだな、これ。ナラタケ腐ってる。もったいな。いやー、もったいない。腐ってる。ナラタケ。あ、ここにもナラタケあった。これも腐ってるな。いっぱいある、ナラタケ。すげえ、木の幹のとこに。これ。うわー、ナラタケすげえ。これ。うわー、もったいない。これもね。もうダメだ、これ。うわー。もうダメだね、これ。これ、非常に美味しいキノコなんですよ。いやー。もうちょっと早く来るべきだったな。ナメコありますね。今年初のナメコですね。この傘で受けます。この人。行くよ。ナメコシャワー。おお。お。こんな感じに取ってきます。ボロボロになる。はい、今年初のナメコ取れました。ワン。しゃあないね。もうバラバラになっちゃった。去年あまり出なかった木なんですよ、これ。お、今年はなんか出てるね。うわ、もう大丈夫だ、これ。取ってくか。ここ競争率激しいからね。取るか。取るしかねえ。あ、栗竹がすげえ。ちょっとごめん、カメラさん。ちょっと待って、見つけちゃった。うわ、もうダメか、これ。うわ、栗竹。あー。遅かった、栗竹が。綺麗、かわいいナメコ。むっちゃいいやん、このナメコ。うわー、これ、ナメコ、いいナメコです。まあ、本当にこれね、本当あと、もうあと1日ぐらい置いときたいんだけどな。競争率激しいからな。さあ、取ってきまーす。僕はナイフで取ってきます。ナイフでね。こんな感じで取ってきます。
落ちた。かわいいなめこ。なめこ。かわいいね。あ、落ちた。落ちた。よし。お、栗竹発見。栗竹。でかいな、これ。なんとか食えそうかな。あ、ここにもあった。栗竹。どんな感じだろうね、これ。よし。おー、いい。まあまあ、いいんじゃない?この栗竹。ちょっと古いけどね。笠浦もなんかも色がこんなになってきたけど、笠浦。まあ、いいんじゃないの。なんと、毎年出るところが、もう、やばいぐらい開いてます。何これ。先週見に来た時何もなかったのに。この雨でもう、やばいことになっとるやん、これ。やば。これかわいい。これかわいいなめこだな、これも。このなめこ群すごいぞ。やば。やばやばやば。やばい。なにこのなめこ。すげえ。やば。もうすごいことになってるやん。うわぁ。なめこ祭りやな、今日。2、3日前の雨で一気にここまで来たな。開きまくり。でもこれいいよ。今日はもうなめこ鍋だな。あ、やった。なめこ。これは開きまくりですね。でも開いても全然うまいからね、これ。かわいいな、猫。一気に取ります。これは、宝石みたいだね。なんとまた。なめこ発見しました。すごいことになってんな。ちょっとやばいね、これ。見てくれ。山の宝石です、これが。うわ、すげえ。山の宝石です。まさに山の宝石。すごい。これ見てください。一面びっしりです。これはすごい。通っていきましょうかね、これは。すごいっす。お、これは、ヒラタケですね。ヒラタケありましたね。よし。ヒラタケ。これも美味しいですよ。うわー、すげー。ある。すごー。うわ、マジすご。これ。すげー。なめこだらけ。すげえ。すごい。なめこだらけだ。うわぁ、すご。すご。あ、これすごい。マジ綺麗だね、このなめこ。すごいね、このなめこ、マジで。ねえ。このなめこ綺麗だね。取ってこう。あ、落ちた。よし。最高級のなめこだよ。あ、これね、裏、幕張ってさ、いいね。こういうのがもう最高なんだね。よし。おー。いいねえ。いいねえ。すっげえいいよ。もうほんと森の宝石だね、これ。やばい。この谷底に
ナメコ発見しちゃった。やっべえ、これむっちゃ急なんだよ、これ。やば。やば。ナメコだ。うわ。ナメコだ。あー。もう今日すごいね。ナメコ大量。やば。ナメコでーす。また発見しちゃった。ちょっと。今日大量やな。めっちゃいいやつ。これすごい。めっちゃいいね、これ。あれも。めっちゃいいっす、これ。あー、いいねー。これ、いいやつだよー。あー、いいねー。すごい。取ってきまーす。ナメコを取っとったら、隣の木に、栗竹だ。うわ、むっちゃいい栗竹あるやん、これ。最上級な栗竹です。見てください。これ、すげーいい栗竹。栗竹です。むっちゃいい栗竹だな。またすごい。栗竹発見。でかい株。はあ、すげえ。これすごいでかい株だ。発見しました、栗竹。うわあ、いい栗竹だ、これも。見て、この栗竹の大きさ。すごい。でかい株。なにこれ、抜けるかや。あ、二つ株があるんだな。うわあ、すごい。栗竹。すごい。おっしゃ、取れた。わあ、でかい株。あ、この中にもある。栗竹。見て、この栗竹。すごいね。でか。あ、すごい。栗竹。ありました。わあ、すげえ栗竹。うわ。マジすげえ栗竹。すごい。はい、取ってきます。すっげえな、これ。これ。この栗竹すごい。どっから取る？すごい。マジすごい。うわあ！すげえ。栗竹。むっちゃいい栗竹だな。すごすぎ。この栗竹。これ、すごい。うん、おい。すごい。すごいね。また栗竹ありました。今年どうも栗竹の当たり年やね。大量だよ、栗竹今日。去年生えてなかったところにも生えてんだよ、栗竹が。よっしゃ、取れた。おー、栗竹です。はい、今日の成果は、結構ナメコ大量に取りました。これ何キロか測ってみましょう。さあ何キロでしょう。さあ見てみましょう。うわ、すげえ、 3.5 キロ。今日ナメコ 3.5 キロです。大量でした。あと栗竹も大量に取りました。この小さいヒゴ、ほぼほぼいっぱいになる感じですね。これは何キロ、さあ何キロでしょうか。いや、栗竹2キロぐらいありますね。なめこ洗ってきます。シンクいっぱいですよ、これ。ぬるま湯で洗っていくと汚れがね、結構落ちやすいですよ。まあ地道に洗ってきます。はい、今日もまた鍋シリーズですね。白だし、醤油、酒。今日は大根となめこ、鶏肉の鍋ですね。こんな感じで大根をやっていきます。手羽元、なめこ。もうなめこ大量すぎて洗うので5時間もかかりました。ひらたけも入れます。松の実ね。二品目は、上物なめこで、ただ湯がいて、塩昆布で和えるだけ。はい、湯がいたやつを、ちょっと水で。
塩昆布で和えます。こんな感じで、はい、出来上がり。鍋もできました。うわあ、熱い、食べていきましょう。はい、まずはこの超簡単な、なめこと塩昆布あえたやつね。ただ湯がいて塩昆布あえるだけ。これなめこと塩昆布だけ。うまっ。なめこのさ、ぬるぬる感、なめこのシャキシャキ感、これ常務のなめこがいいですよね。これしかもね、味もいいんだよ、なめこって。うまっ。なめこ最高。ほんとなめこ最高だな、これ。うん、これが合うんだよな、青いやつが。あー、うまいんだこれ。ほんとにうまいぞ。うん、あー、ほんとうまいぜ。簡単だしね。ちょっと鍋も食べてみようか。待ってて、鍋食べていこう。さあ、鍋を食べていきましょう。なめこ平たけ鍋です。しかも大根、このね、冬はね、やっぱり大根いいよね。鶏肉の出汁も出ていいよ。食べていこうね、なめこ。なめこは万能だよ、これ。ほんとに。鍋にはさ、ちょっと、開いたなめこを入れたんですよ。うん。開いたってなんだってうまいよ、なめこは。平たけ。うん。あー、平たけもうまいよ、これ。平たけはね、この出汁を吸い込むんだよね、この鍋の出汁を。うん、またいいよ、平たけもこれ。うん、うん、うまい。マジうまいな。青いやつ、いやー、うめえわー。本当にうまい。洗いだけでさ、もう5時間もかかったんだよ、取りすぎ。でもね、なめこはね、あの、洗ってそのまま冷凍して取っとけるんだよね。うん、冷凍したって味変わんないよ。うまい。それでは皆さん、また次回よろしくお願いします。バイ。